昔から鵜の真似をするカラス水に溺るるという言葉がありまして、まあ人の真似ってなこれはなかなか成功するもんじゃありません、ね、昔のお話ですが、昔は夏になりますとよく甘酒屋さんというものが随分こう往来を行ったり来たりしたもん、夏のもんですから冷たいのかと思いましたらそうじゃありませんで、大変に暑いもんですね。でまあ汗をかきながら夫婦冷ますようにして飲んだという、まあこれは昔の人の生活の知恵なんでしょうね。暑い時に冷たいものを急に飲むと体に悪いということで、自然に逆らわずに暑い時は熱いものを飲もうという、その甘酒屋さんを担いだって話がありまして、甘酒や、へい、ありがとう存じます。暑いか。へい、お暑ございます。日陰とんなよ。これを脇で聞いておりましたのは我々同様と言いたいんですが、ポーッと育った江戸っ子で、ああ面白いなこら、銭がかからなくていい遊びだな。よし、じゃあ俺もやってみよう。よしはいいんですが、先回りをして待って、甘酒、おい甘酒や、えい、ありがとう存じます。暑いか。ちょうど飲み頃で、じゃあ一杯遅れよ。無駄な銭を使ったって話がありますが、こんにちは、行かいますか。はい、おお、ハッさんか、珍しいな、こっちを上がり。どうも。なんだい、お前さんなんか怒ってるようだな。ちょいと談判がありましてね。談判？こら穏やかじゃないぞ。なんだい、あのさっき隠居庵床屋の前通りませんでしたか。ああ、用足しの戻り道、床屋さんの前を通りました。それがどうかしたのかい。ええ、その時は私たちね、仲間5、6人でバカっ話をしてたんですよ、床屋の中で。ね、で隠居庵がずっと通ったんだ。その時妙なものを着てたんですが、あ、その壁にかかってますね。ええ、どれだい。ああ、これかい。そう、それ着てちょっと床屋の前通りませんでしたか。おお、用足しの戻り道、確かにこれを着てました。そうでしょ。ね、でね、私たち見つけたんだよ。ああ、妙なものを着ているな。あら、なんてもんだろうね。誰もわからない。ん時立つ高台、よしはいいんだがね、おめえはしょっちゅう隠居庵のところ行ってんだ。あら、なんてもんだかわかるだろうと、こう言うんですよ。漫談の中でわかるだろうと言われてわからねえってのも尺に触るから、もちろん知ってないとこう言った。じゃあなんてもんだって言うから、まあ俺だってただ教わったわけじゃねえから、いくらか銭を出せっつったら、ふざけるなってみんな怒りましてね。当たり前だよ、そんなことを言っちゃいけない。お前さん知らないんだろ。で、そうなんですよ、てめえ知らねえんだろってみんながどうもね、やいの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 言ってしょうがねえ。あっしもいることはできねえ。もう悔しいけどうちに帰ったんだがね、どうもいても立ってもいられねえんだ、悔しくて。いから隠居庵のところへそーっと来たと、こういうわけですがね、あっしにだけそーっと教えつくだいね。あれなんてもんです。あ、そうかい、そら悪いことをしたな。いやいや、お前さん方若い者にわからないというのは無理のない話でな。ああ、そうですか。へえ、なんてもんです。これはな、まあわしのような年寄りが虫干し代わりに引っ張り出して着る程度のもんだ。ああ、そうですか。へえ、なんてもんつ。まあこれはめったに着ないもんでな。ああ、でなんてもんです。いや、だから人様にはあまりご覧に入れたことはないんだよ。陰キャンもわからねえんじゃありませんか。あんなことない、知ってるよ。じゃあなんてもんです。これはな、十徳というんだ。なんですか。十徳。十徳。へえ、妙な名前だな、聞いたことねえな。どういうわけで十徳ってんです。さあ、どういうわけだかな、言われまでは知らないな。そんなことないでしょ。ねえ、陰キャンは物知りだから知ってんでしょ。いや、知らないよ。んなことねえと思うな。世間じゃ陰キャンのこと物知りだとこう言ってますよ。ね、知ってんでしょ。いや、知らないよ。いや、そんな強情張って。いや、強情張ってるわけじゃない。私は知ったかぶりをするというのは嫌いでな、知らないことは正直に知らないとこう言いますよ。知らねえんですか。あ、弱っちゃったな。いえね、床屋行ってさ、あれは十徳店だよとこう言って、どういうわけなんだと言われるとこっちはまた困っちゃうからね。弱ったな、こら。じゃあ陰キャンは頭いいんだから、少し考えりゃわかるでしょ。ね、考えて、おせつくだい。ね、ちょいと考えて。ね、ね、わかった、わかった。
うるさいなお前さん、なこと言わねえで教えてくださいよ。どうも困ったな。そうやいのやいの言われるとわしは困るぞ。いや、わしだって今困ってんですから。そうだね、まあ強いて理屈をつけると、まあわしが仮にこれを着てつっとこう立つんだ。ええ、立ったところを見ると裾にこうシダがあるだろ。なるほど、ありますね。だから衣のごとくだ。あ、なるほど、衣のごとくですか。で今度は座るんだな。座ったところを見るとパッとこう白がるだろ。まああのアンベージャー白がんでしょうね。だから羽織のごとくだ。あ、なるほど、羽織のごとくかい。ごとくごとくでじっとくだよ。ちょいと待つくだいよ。今なんかごとごとっつったね。ちょいと待つくだい。立ったところを見ると、裾にシダがあるから衣のごとくで、座ったところはパッと広がって羽織のごとくと、ごとくごとくでじっとく。あ、なるほど、これ指を出して足すんだな。いや、子供じゃないんだから指を出すことはなかろう。なるほど、ごとくごとくでじっとくだ。これは面白いや。へえ、そうですか、バカに感心をしたな。まあこんな話でよかったら他にもあるんだがな、お前さん両国橋をご存知か。冗談言っちゃいけねえ、いくら何にも知らねえったってそのぐらいのこと知ってますよ。夏になるとパンパンとあの花火の上がる。いや、その場所は誰でもご存知だ。その柱の言われだ。へえ、なんか言われがあってついたんですか。ああもちろんそうだ。おお、そうですか、知らなかったね。どういう言われなんですか。昔はな、川向こうを下総の国とこう言った。でこっちを武蔵の国、二つの国、つまり両国にかかっているから両国橋とこう言ったんだよ。あ、なるほど、両国にかかっているから両国橋か。へえ、こらんめえな。お前さん八つ見橋をご存知か。八つ見橋、知りませんね。ああ、お前さんにはわからないだろうな。一国橋だ。一国橋、あ、あの日本橋の少し先に見えます。そうだそうだ、昔はこれを八つ見橋と言ったんだがな、いつしかこれが一国橋となった。その言われをご存知か。ああ、やっぱり言われがあったんですか。ああ、そうだよ。どういう言われです。昔はな、まあその橋に立って周りを見ると八つ見えたというところで八つ見橋とこう言った。ところがある日のこと、大水でもってこの橋が流された。みんなが困っていると、金吹き町にお金ごとう、呉服町に呉服ごとうという二軒のごとうさんだ、大金持ち。じゃあ皆さんのためにお金を出し合って橋をこしらえましょうというわけで橋をこしらえた。さあみんなが喜んだな。どうです、橋名を変えましょう。こしらえてくれた人の名前を織り込もうじゃないか。でいろいろ考えた。二軒の後藤さんだな。後藤後藤橋ってのはまことに言いにくい。ある人がマス目から割り出したな。後藤に後藤で一国だ。で一国橋としたという。お分かりか。あ、なるほど、お分かりになっちゃった。後藤に後藤で一国。ああ、これ面白いね。どうですか、どうすいません。じゃあこれ早速やってきますから。なんだい、早速やってきますから、どこ行くんだい。え、床屋行ってね、やつらの前でこれやっちゃう。いや、こんなことは誰でも知ってるよ。またお前さんが恥をかくから。いや、そうはいきません。どうもありがとうした。ありがてえぞ。やっぱり人間ってえのは年寄りと付き合わなくちゃいけないね。年寄りは無駄に長生きしてるわけじゃねえんだから、いろいろ知ってるからな。ああ、こっちは物知りになっちゃったね。中には年寄りと付き合うの嫌だってやついたな。どうして嫌なんだっつったら、香典が早く出るってやる。くだらねえことやつだね。いるかな。ああ、いた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 。えいっしょ、あらっしょ。おい、なんだい、外でパー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 言ってるやつがいるぞ。うんだ、八甲じゃねえか。上がれこっち。よくもさっきはみんなで俺のこと笑いやがったな。当たり前だ、てめえがくだらねえことを言うからだよ。だけど今はそういうわけにはいかねえぞ。なんだ、いかねえぞってな。ご存知か。おい、ちょいと目の色が変わってきたよ。え、なんだい、ご存知かってしゃっちょこばってやる。なんだよ、まず優しいのから行くぞ。なんだよその優しいのからってな。お前さん方両国橋をご存知か。おい、気が違ったんじゃねえのか。おい、
誰だって知ってるよ。おめえだってしょっちゅう渡ってんだろ。夏になるとパンパンと花火の上がるところだよ。だだだだ、そこだね。場所は誰でもご存知だと。はしなの言われをご存知かってんだ。はしなの言われ、おお知ってるよ。昔はね、川向こうを下総の国、こっちを武蔵の国とこう言ったんだよな。両国にかかっているから両国ばしてんだよ。こんなのは子供だって知ってんだよ。子供は知ってんのかよ。大人の俺が知らなかったな。じゃあまあこれはいいやね。じゃあ一国橋をご存知かと。橋ばっかり並べてやんな。一国橋、あ、昔あれ八海橋とかなんとか言ったそうだな。うん。で流された時に二軒の後藤さんが金を出し合ってこしらえたんだ。で後藤に後藤で一国だ。で一国橋としたってが違うか。よく知ってるなおめえは。立ち聞きしたな。そんなことしやしないよ。じゃあまあそりゃいいやね。じゃああのさっき隠居藩がずっと通った時に来てたものをご存知かと。それだよ。てめえに聞いたらおめえ銭を出せとかなんとか言いやがって。あったった。だからまあいいよ、ただで教えてやるから。ご存知か。知らないよ。おめえ知ってんのか。うん、ちゃんと知ってらな。じゃあさっきそう言いやいいじゃねえか。見てやん、知っていながら知らねえそぶりさ。何言ってやんの、気取るなよ。じゃああれは何てんだい。あれはな、大変だぞ。どう大変なんだい。お前さん方若い者にわからないというのは無理はねえと。おめえが一番わけんじゃねえか。あれは虫干し代わりに引っ張り出して着る程度のものだと。能書きがいいんだよ。なんてんだよ、驚くな。あれはおめえじっと食ってんだ。何を。じっとく。じっとく、ほう、聞いたかよ。あれじっと食ってんだっさ。へえ、知らなかったな。変わったな、おめえだな。ほら見ろ、みんなで感心してやらな。さあここだ。おい、なんだよ。なんだよじゃないよ、感心したんだろ。黙ってねえで、なんとか言えよ。何を言うんだよ。だからさ、俺が十徳だよとこう言ったんだから。どういうわけで十徳なんですかっての、ちょいと聞いてみろよ。いいよ。そのいいよじゃないよ。どういうわけで十徳なのっての、ちょいと気作んねえかな。めんどくせえから嫌だよ。おい、そらねえだろ。何のために俺がここまで来たと思うんだよ。よう、頼むから気つくれな。おめんから。うるせえな、おい。じゃあどういうわけで実得なんだ。そうやいのやいの言われると困る。何おめえが言えってから言ったんじゃねえか。ああ怒るな怒るな。な、あれはだな、つまりこう仮にこう来てだな、ずっとこう立つんだ。うんうんうん、なで立つんじゃねえや、あら座ってんだ。座ってんのか。そうなんだよな。こう座ってやっぱり立とう。うん、忙しいな、立ったり座ったり。どっちなんだよ。だからあれを着てこの、あ、立ってるだけじゃいけねえんだ。駆け出すのか。余計なこと言うなよ。たらあと追っかけなくちゃなんねえじゃねえか。そうじゃねえんだよ。立ったところをこう見るんだよ。おお、なるほど。うんうんうん、見ようじゃねえかね。立ったところを見るとこう裾にシダがあったろ。お、なるほど、シダあったな。うんうん、あったあったな。だからおめえ衣のようだと。お、なるほど、衣のようだかな。で今度座るんだよ。座ったところを見るとパッとこう白がるだろ。まああのアンベージュは白がんだろうな。ね、だからおめえ羽織のようだと。羽織のようだか。ね、でようだようだでやだ。まあ、なんやならようしゃがりゃいいじゃねえか。ちょっと待ってくれよ。ようだようだでやだって、ああ2つ足りなくなっちゃったのからな。しょうがないのから。さっきまで確かこうなったんだけど、あの立った
ったところを見ると、衣、あ、衣見てえよ。うんうん、衣見てえか。で、座ったところは羽織見て、羽織見て、見て見てで、無て。なんだいその無てってな。眠いのか。ちょっと待っつくれよ。見て見てで無てって、あ、だんだん足りなくなっちゃったのかな。どっか落っことしちゃったのかな。何探してんだよ。ちょっと待っつくれよ。あの、さっきはちゃんとパッとなったんだよ。あの、立ったところを見ると、泣くことはねえじゃねえか。立ったところを見ると、衣に似たりよ。おうおう、今度本当そうだ。衣に似たりか。で、座ったところは羽織に似たり。羽織に似たり、似たり似たりで、これはしたりだ。